いい感じの女子とインスタ交換したんだけど、過去のストーリーに男4女3で2泊旅行行ってて、でも今まで彼氏できたことも今も彼氏いないって言ってたけど、この女子やばい、そらそうバリヤリマンやけん最高やん、お前もやらしてくれるよお願いしますって言うバリやらしてくれる、めちゃくちゃいいっすよ、何の心配もないやん、胸張ってやりに行ける、全裸で会いに行ける、チンチンだけ磨いていけよ、ピカピカに光らせろ、3000番のヤスリで擦っていけ、めちゃくちゃ最高やん、いい女やけん大事にしろ、低層観念なんて壊れてれば壊れてるほどいいんだから、土下座でお願いしたら間違いない、土下座でお願いしたら日本人断らんから、日本人は土下座の重さ知っとる、最悪マジで土下座でお願いしろ、マジかよ、なえた行為うせそう、うわやばお前バリもったいないことしとるよ、そんなんでなえんな、お前美しさを求めるな、セックスしてんだろうが素直になれよ、そうやってすぐ美しくあろうとする関係値ドロドロでいいんだから、諦めるんじゃそんなんもう大チャンスでしかないのに、マジもったいねえ、俺らにくれ、めちゃくちゃ遊ぶけん、今度ストーリー見たら俺らと一緒に旅行行ったら上がっとっちゃうバリ楽しいっつって、ラッパーみたいなストーリーあげよう、バリクンにしとってこと、さすがにやりまんでなえるのはマジ器小さいと思われるけん、やめた方がいい、思っとっても言わん方がいい、あとそういう女イケと女が多い、男受け極めとけん、わかりました、バリ聞き分けいいやん。